天の父なる神様、あなたの皆が崇められますように今日このようにして私たちが安息日を覚え創造とあがないの記念日であるこの日を聖別することができ、あなた様を礼拝させていただけるこの祝福と恵みに心から感謝いたします神様どうか安息日に約束されている祝福と恵みとを 私たちにお授けくださいそして今私たちは神様の御言葉とまた御胸とを受けるためにこの礼拝に参加させていただいていますこの街道にいる方々また場所を越えてそれぞれの方でインターネットなどで礼拝を捧げていらっしゃる方々お一人お一人に神様が御言葉を授けそして神様が今日 私たちに語ろうとしていることを存分に私たちに聖霊の神様を通してお語りくださいますようお願いいたします神様どうか私たちの心にまたそれぞれの場所に聖霊の神様をお送りくださいまして私たちの心を整えてください目を開き耳を開きまた心を開いてくださって素直な気持ちで 神様のメッセージを受け取ることができますようお願いをいたしますまた今困難を抱えていらっしゃる方々も多くいらっしゃることと思いますどうぞお一人お一人の必要神様が満たしてください特に健康を崩している方体に不自由な箇所を持っておられる方また孤独を覚えていらっしゃる方々に神様が特別に寄り添ってくださり今日安息日にふさわしい 平安を授けてください。イエスキリストのお名前を通して祈りいたします。アーメン。聖書朗読をいたします。マルコによる福音書九章四十二節から四十九節。 マルコによる福音書9章42節から49節、口語訳聖書67ページ、新教同訳聖書80ページ、口語訳で読ませていただきます。また、私を信じるこれらの小さい者の一の人をつまずかせる者は、大きな引きうすを首にかけられて、 海にに投げ込まれた方がはるかに良いもしあなたの片手が罪を犯させるなら、それを切り捨てなさい。両手がそろったままで地獄の消えない火で火の中に落ち込むよりは、片手に,片手になって命に入る方がよい。地獄では氏が尽きず、火も消えることがない。もしあなたの片足が罪を犯させるなら、 それを切り捨てなさい。両足が揃ったままで地獄に投げ入れられるよりは、片足で命に入る方が良い。地獄では宇治が尽きず、火も消えることがない。もしあなたの片目が罪を犯させるなら、それを抜き出しなさい。両眼が揃ったままで地獄に投げ入れられるよりは、片目になって神の国に入る方が良い。地獄では、 ウジが尽きず火も消えることがない人はすべて火で塩漬けられねばならない賛美歌の187番を環境に配慮して歌いましょう お祈りいたしますひざまずける方はひざまずいていただき、お祈りにお加わりください。父なる御神様、安息日のこの朝を感謝いたします。どうぞ、あなたが約束の精霊を豊かに注いでくださいまして。 私たちの心をあなたに向か,向かわせてくださいまた建てられました吾妻牧師をあなたが板まで包んでくださりしっかりとメッセージを届けることができるようにどうぞお力を注いでください病のうちにある方々の上に豊かな癒しがありますようにまたこの不安な世の中を 生きていらっしゃるお一人お一人の上に豊かな希望の光を注いでくださいまた私たちの心を常にあなたに向かわせてください尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますあメン。 献金をお捧げいたします礼拝の後に献金箱が備えられていますので、そちらの方に会場にいらっしゃる方々はお捧げください。また、ネットを通して聞いていらっしゃる方々もご家庭で用意していただいて、教会にいらっしゃる際、または振り込み等で献金をお捧げしていただければと思いますそれでは献金のお祈りをお捧げいたします。 天の神様なくてはならぬものを持って常に私たちの生活を支えてくださっていますことを感謝いたしますまた時に必要なものにもこと書くような生活の中にいらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれどもどうぞそれらの方々にも豊かにあなたの愛が行き届いていることをお示しください また、お捧げしてくださるお一人お一人の上に、神様の豊かな祝福が注がれますように、尊き主、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン天にまします、我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、見心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、 我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。 本日は、当京会牧師の東清先生によりまして、決して失ってはならないものと題して説教していただきますけれども、その前にオルガンによる検証がございます。 今日も皆様とご一緒にこの安息日に神様の耳を受けることができますことを神様に感謝いたします今日は「決して失ってはならないもの」というですねタイトルを今日の礼拝説教につけさせていただきました導入のお話をさせていただく前にですね今日の礼拝説教のポイントをですね2点紹介させていただきます本日のの礼拝説教のポイントは 先ほど聖書朗読の歌詞をお読みになってですねお分かりになったところが多いと思いますけれども一つ目は他者特に自分よりもこの人は弱い立場だというふうに思う方々そういう他者に対するつまずきに対するイエス様の警告これが一つ目ですそして二つ目どちらかというと今日はこの二つ目の方に重きを置きたいと思うんですけれども 神様はイエス様はあなたもあなたをつまずかせてはならないということを先ほどの御言葉の中でおっしゃっているんですそこであなたにとってつまずきとなり得る捨てるべき片手片足あるいは片目はどういうものがあると思いますかということをご一緒にですね、えー、振り返りそして内省していくそういう時間を持ちたいと思うんです、えー、少し導入のお話をしたいと思います 私がある職場でですねにいた時にハラスメント講習会というものを受ける機会がありましたその時私は学校に所属して,、えー、ていた牧師学校付きの牧師チャプレンとして、えー、働きをしていたんですけれども今時の学校はですね、えーまあ、昭和世代にはなかなのでは当たり前だったようなことを 今でもしてしまうととんでもないことになってしまうっていうです、ね、ハラスメントとして訴えられてしまうかもしれないということがありますのでこういうことはいけませんよこういうことにはよく注意しなければなりませんということを、まあ、1時間2時間ぐらいのです、ね、講習会を受ける機会がありました。 その講習会自体とても興味深く面白かったんですけれどもその時司会を司会進行していたスタッフの方の一番最初の言葉というのが私にはとても印象的だったんですそれはこういう言葉だったんですね皆さんはハラスメント講習会を聞いて自分には関係ないと思っていませんかあるいは自分ではなく別の人の顔を思い浮かべてはいませんか もしそのような気持ちで出席していたらこの講習会は意味がありませんよということをお話ししていたんですどういうことかといいますとハラスメント講習会が開かれるということでスタッフその学校にいた教職員の中にはもしかしたらあなたはあなた自身のこととしてではなくあの人あの先生あの職員 のによく聞いてほしいなっていうふうに思っているんだったら講習会はあなたにとって無益ですっていうですねそういうメッセージだったと思うんです、まあ、とてもですね私はその言葉は知恵があるなっていうふうに思いましたなぜなら聖書に記されている神様の警告のメッセージを受け取る時も同じ姿勢だと思うからなんですね今日の御言葉の中では「人をつまずかせるクリスチャン」 というのが出てくるんです皆様はそういうフレーズを聞いたときにどのようなことを思い浮かべるでしょうかあるいはあの人というふうに思い浮かべてしまう方はいらっしゃらないでしょうかある方はですねもしかしたら実際に誰かをつまずかせたことがある人を思い浮かべるかもしれません。 またもしかしたらある方は自分を今傷つけているあの人のことを思い浮かべるということもあるかもしれませんしかし今日ですね私はご一緒に聖書の御言葉を受け取りにあたり味わうにあたって私もまたぜひ皆様にもイエス様のメッセージをこれは私個人に宛てた神様からの福音のメッセージなんだというふうに受け取りたいと思うんです そこで改めて、えー、今日のポイントです。他者をつまずかせることへの注意そして2つ目は自分をつまずかせうる捨てるべき片足片手片足片目って一体どういうものがあるかということをお話ししたいと思いますそれでは、えー、今日のです、ねえー、聖書の箇所を読む前に先週の箇所のお,おさらいをしたいと思います。先週のの箇箇所所と今日聖書は、 完全につながっているんですね先週どういうことをお話ししたかと言いますとイエス様の弟子たちがどちらの方が偉いのかという序列を非常に気にしていた誰が一番偉いのかという話をしていたということをですねお話をさせていただきました、まあ、ちょうどこの時に山上での変貌でたった3人の弟子たちが山にイエス様と登っていった。 そして一方山のふもとでは悪霊につかれた少年を癒すことができなかった残りの9人の弟子たちそしてイエ,ス様によイエス様の奇跡によってペテロは自分とイエス様の神殿税を払うことになったということで誰が一番偉いのかいや私だあいつじゃないというようなお話をがその前提としてありました。 そしてイエス様は序列争いに熱心な弟子たちに対して違うとそうではなくてあなた方は子供のような家庭において全く力がない家庭においても社会においても全く力のないそういう存在をも受け入れそして仕えていきなさいということを教えられたわけですね、えー、あなたは自分がどれだけ高みを目指していくのかではなくどれだけ 低められていくかどれだけ使えていくかというところに神様は価値を置いているというそういう話をさせていただいたんですその言葉を聞いたヨハネがある言葉を切り出すことからですね今日の場面というのは始まるんです先ほどお読みいただいた聖書箇所の少し前にあたりますけれども「マルコによる福音書」9章の38節から39節の見言葉を読みたいと思います。 ぜひ皆様にもですねお開きいただきたいと思います。「マルコによる福音書9三38節から39節」の御言葉です。「交互約聖書」では67ページにあたります。「マルコによる福音書9三38節から39節」。それでは読ませていただきます。ヨハネがイエスに言った先生 私たちについてこない者があなたの名を使って悪霊を追い出しているのを見ましたがその人は私たちについてこなかったのでやめさせましたイエスは言われたやめさせないがよい誰でも私の名で力ある技を行いながらすぐその後で私をそしることはできない。 おそらくです、ね、この時このようなことを語り始めたヨハネの心の中にはですね序列争いをしていてはいけないというふうにおっしゃったイエス様に対してあそういえばこの前こういうことがあったなこれはどうなんだろうかと思い出すことがあったので話し始めたんだと思うんです当時イエス様の弟子ではないもののイエス様の教えや 見業に深い感銘を覚えていた人たちというのは少なからずいましたそのような人たちの中にはなんとですねイエス様のお名前を使ってイエスの名によって命じる悪霊を出ていきなさいと命じて悪霊を追い出す人たちが存在していたと言きなさいと命じて悪霊を追い出す人たちが存在していたというんですねこのヨハネが目撃した弟子ではないけれどもイエス様の お名前を使っているこの人はどんな人だったのかどういう背景があったのかこれは聖書にも証の文にも明確な彼の信仰や心情というのは書かれていませんしかし他の箇所と比べるならばですねこの人がイエス様に対してどのような真摯な思いを持っていたかということがうかがい知れます。 例えば使徒行伝の中にはここはよろしければ開かなくてもですね前に映し出されているのをご覧いただきたいと思いますが使徒行伝の中には信仰のない人が同じようなことを知って大変にあった事例があるんですね読ませていただきます使徒行伝19章13節から16節ですそこでユダヤ人のまじないしで返力をしている者たちが悪霊につかれている者に向かって主イエスの名を唱え パウロの述べ伝えているイエスによって命じる。出て行け。と試しに行ってみた。ユダヤの再首長、スキワというものの7人の息子たちもそんなことをしていた。すると悪霊がこれに対して言った。イエスなら自分は知っている。パウロも分かっている。だがお前たちは一体何者だ。そして悪霊についている人が彼らに飛びかかり、みんなを押さえつけて負かしたので、 彼らは傷を負ったまま裸になってその家を逃げ出したこの時代ですね悪霊を追い出すことを職業にしていたあるいはそういうことを日常的にしていた人というのは現代では考えられないぐらい日常的に見かけるものだったようですそしてイエス様が天にお帰りになった後、使首都行伝の時代に、えー、パウロが伝道していた時にですね ななんとイエス様を全く信じていないむしろイエス様に敵対している人たちの中で試しに,試しにです、ねえー、イエスの名によって命じる出て行きなさいとやった人たちが登場するんです結果はどうだったでしょうか彼らは本当にひどい目に遭わされているわけですね悪霊を追い出すためには単にイエス様の名前を口に出せば 何でででもも通用すするといいうものではないわけです悪霊を追い出すためにはイエス様の力を信じて委ねるものに対して神様がお与えになる特別な賜物なんですね。占いやまじないやとかそういうものとは全く違う種類のものです。一方話を戻しますがあのヨハ,ネもヨハネが目撃した人はどうだったでしょうか 実際に彼は悪霊を追い出すことに成功している人でした。ということはあの首都行伝に出てきた、えー、興味関心試しにやってみようという人ではなくて純粋な思いでイエス様のことを信じていた弟子ではなかっただけでイエス様のことを心からですね信頼していたそういう人であったことがよくわかります。つまり彼は イエス様の直弟子ではありませんでしたがイエス様に従うものであったのは疑いようがありませんそんな彼に対してその状況を目撃したヨハネはですね彼なりの義憤に駆られてたと思いますがお前は何やってるんだ立場をわきまえろと言ってですねそれをやめさせたわけですヨハネはですねこの時の時雷 といいう,うに呼ばれていたわけですのででで劇場化ですですから今私が言ったような口調ではなくてですねもう怒り狂ったようにやめさせたかもしれません、えー、お願いではなかったと思います、まあ、そ,うそういう様子を見るとですねこのヨハネがやはり自分はイエス様の直ですし,しかも12でしその中のトップ3というようなですね、えー、序列を非常に気にしていたということがよくわかります。 先週のテーマが序列についてでありましたけれどもイエ,ス様はイエス様のおお教えを聞いたヨハネはそのイエス様の教えを聞いた後ででも例外はありますよね私がやったこれは多分大丈夫ですよねという確認を込めてこういう人は拒んでも構いませんよねということを言っているわけです。 少し今ですねパワーポイントで色をつけたところですね青字のところに注目していただきたいんですけれどもヨハネはこの人物について私たちについてこないもの私たちについてこなかったものというふうに私たち私たちっていう言葉がとても強調されているように私は思いますヨハネからしたらこの人は自分よりもずっと とと序列がした生意気なことをしている余計なことしかも自分たちがイエス様と教わったのとはちょっと違うところもあったかもしれませんイエス様からは子供もをも受け入れなさいという教えを聞いていたヨハネはその教えに納得しながらも少し食い下がるような思いでですねイエス様謙遜の大切さは分かりましたしかし最近私が出会ったこのような人に対しては きちっと序列を突きつけてあなたは余計なことをするなと言ってもいいですよねというふうに言ったわけですこのヨハネの態度というのは私たち現代を生きるクリスチャンも気をつければならないことが教訓が含まれているように私は思うんです私たちの共同体このセブンス・デ・アドベンチェスト教会またこの天沼教会の中には イエス様をお信じになってからもう何十何十年もう50年60年という方もいらっしゃると思いますまたその一方でほんの数年あるいは今は信じつつあるという段階の方もいらっしゃいますねそしてもしかしたら信仰の熟練者から見たら新しく教会に加わった人 あるいは加わろうとしている人に対してもしかしたら何かですね物足りなさを感じてしまうことや何か言いたくなってしまうことというのも時にあると思うんですそしてこれは時にとても大切なことだと思いますしかし場合によってですね私がバプテスマを受けた時にはこんなことはありえなかったとか私はこういうふうに頑張ってきたということを 教会のあるべき基準、クリスチャンがあるべき基準をこの聖書が何と言っているかということよりも私が若い時には私だったらというふうにですね私が基準になってしまってそれが口から出てきてしまうということが時に起こりうるのではないかなというふうに思うんですそして多くの場合そのような言葉を受けた人は「ここはちょっと私には居心地が悪い」と 去ってしまうこともあり得るのではないでしょうかし今からお話しすることは私の体感ですけれども SDA 教会から少しずつ教,教会に足が遠のいていく方々離れていく方々の中でどういうケースが多いかということを振り返りますと聖書の理解が違うのではないかという方は私はあまり出会ったことがありません。大抵の場合 教会の中で何かにつまずいた特に人間関係の中で誰かとの関わりの中でつまずいてしまうということの方がはるかに多いように私は思います。このヨハネとイエス様のこのやり取りというのはこれは私自身襟を正して聞かなければならないことです。そししててて、えー、他者をつまずかせては決なならないんだ というこのイエス様のこの強い思いというのを私たちはですね今改めて心に留めるべきだと思いますマルコによる福音書の次のですね9章の次のところを読みたいと思います9章40節から41節ですお読みします私たちに反対しないものは私たちの味方である誰でもキリストについているものだというので あなた方に水一杯でもも飲ませてくれるのは,くれるものはよく言っておくが決してその報いから漏れることはないであろうこのフレーズの中にはローマの誰でも知っていた有名な格言が含まれていますそれは「敵対しないものは味方だ」という格言です。 イエス様はヨハネに対してその悪霊を追い出していた人は私,の私たちの味方なんだ遠ざけてはいけないということを強調しておっしゃいましたこの中には水いっぱいでも与えるものをあなた方は味方と思って喜んで受け入れなさいということをおっしゃっています水いっぱい与えるものという人を皆様はどういうイメージを持つでしょうか もちろん親切な人であるのは間違いありませんしかしもうちょっとこの時代のことをです、ね、調べてみるとイメージがもうちょっとはっきりしているんですね当時ラビ聖書教師を家に迎える時にはみんなですね、えー、いろんなおもてなしをするわけです特にあのマルタがイエス様の友であったマルタがしていたように料理を作ってもてなすというのがです、ね、最大限の敬意で喜びだったんです しかし中にはお金を持っていない人社会的にとっても貧しい人も聖書教師を招くことがありましたそういう人はせめてこれだけでも私が準備できる最善のものを受け取ってくださいと水いっぱいを用意していたんですつまりここで言ってイエス様が言っている人は単なる親切な人ではなく弱い立場の人人々から取るに足りないと 思われるような人であったとしてもイエス様に従おうとする者に対してその人はイエス様から見たら間違いなく味方なのだあなた方はそのような人たちのことをも受け入れなさい愛しなさいそして仕えていきなさいということを諭しているわけですそしてイエス様は続けておっしゃいますマルコ9章42節です また私を信じるこれらの小さいものの一人を,も一人をつまずかせるものは大きな引き薄を首にかけられて海に投げ込まれた方がはるかに良い今日の聖書箇所はここからイエス様が非常にですねちょっと読むとゾッとするような言葉でこうしなさいっていうことを強くおっしゃっている言葉が続きます。つまずかせるっていう言葉が 今日の御言葉の中にありますけれども、これはもちろん比喩的な表現ですね、つまずかせるというのは、何かを置いて、あるいは何自分の足を持って、ですね誰かを引っ掛けて転ばせるようなことですけれども、誰かをキリストから遠ざける、あるいはイエス様に従うことを躊躇させる、そういうことをつまずかせるというふうに言います。ヨハネがあの悪霊を追い出していた人を、 つまずかせてしまったあるいはつまずかせてしまったかもしれないあのことの原因って一体どこにあるのでしょうかヨハネはなぜそのような悪霊を追い出していた自分たちと同じ性質の働きをしていた人,たち人のことを咎めたのでしょうか、えー、その原因というのはですねおそらく、えー、ヨハネにとっての恐れや 焦りのの感情があったのではないかと私は想像し、ます少し遡りますが、あの、山上での変貌と同時刻に起きていた山の麓で、9人の弟子たちは、悪霊を追い出すのに失敗しました。それに対して、この人は成功していたんですね。ですから、ヨハネにとっても、また他の弟子たちにとっても、あの弟子でない、悪霊を追い出しているあの男、ただ者ではない。 あの人の働きは自分たちと同じようなもので立派かもしれないだけれども彼を自分の味方自分の使えるべき存在として受け入れるのは自分の序列を狂わせるかもしれない下げるかもしれないそういう思いを持ってヨハネは配達心がそこで出てきてしまったのではないかというふうに私は思います。 そんなヨハネに対してですねイエス様は驚くべきことを語りましたそういう弱い立場の人そういう人をつまずかせてしまう人は大きな引き臼を首にかけられて海に投げ込まれた方がはるかに良い大きな引きうすですねどんなものかインターネットでイスラエル旅行をしたことがある人の写真がありましたのでそこに大きな引き臼がありましたちょっと紹介します。赤 赤いので囲っているところなんですけれども、えー、いかがですかね、えー、これをもしも首に紐でですねつないで、えー、ガリラヤ湖に沈めてしまったらですねその人は起き上がっていくことができるでしょうかもう絶対に無理ですねこの引き薄というのは人間が早々引けるものではなくて家畜特にロバがオリーブを砕くために引いていたそういう ウスのことをイエス様は大きなウスというふうにです、ね、表現しているんです、えー、絶対に上がってこれない絶対に助からない、えー、しかしそういう人をつまずかせてしまう人というのはそれぐらい神様から見たら許されがたい罪なんだということをイエス様はお語りになっていますそして、えー マルコによる福音書続きを読んでいきたいと思いますがここからイエス様は視点をちょっと変えているんですねこれは同じ場面ですけれども前半と後半で分けられるべきところだと思いますこれまでイエス様はつまずかせるなということを他者について言っていたわけですけれどもイエス様は続けてそのようなあなたは自分をもイエス様から神様から遠ざけるようなことをしてはならないというふうにおっしゃっているんです読みたいと思います もしあなたの片手が罪を犯させるならそれを切り捨てなさい。両手が揃ったままで地獄の消えない火の中に落ち込むよりは片手になって命に入る方がよい。地獄ではじが尽きず火も消えることがない。もしあなたの片足が罪を犯させるならそれを切り捨てなさい。両足が揃ったままで地獄に投げ入れられるよりは片足で命に入る方がよい。 地獄では氏が尽きず火も消えることがないもしあなたの片目が罪を犯させるならそれを抜き出しなさい両目が揃ったままで地獄に投げ入れ,るに投げ入れられるよりは片目になって神の国へ入る方が良い地獄では氏が尽きず火も消えることがないなんともですね恐ろしい言葉ですね これがもしもイエス様が比喩的な例えとしておっしゃっているのでないとしたら私を含めきっとこの街道に集まっているいらっしゃる皆様もですね体のどこかが欠けているに違いないと思います。これはもちろんイエス様の例え話です、比喩的な表現です。そしてこの罪を犯させるならばという言葉が3回続けてです、ね、出てきますけれども、これは。 もともとの言葉をより忠実に訳すならばですねあなたをつまずかせるならという言葉なんですもしあなたの片手があな,たをつ、まあなたをつまずかせるならば切り落としなさいというメッセージなんですねイエス様の関心はこれからまもなく十字架に向かっていくイエス様の関心はつくづくすべての人に向けられています つまずきそうになってしまっている人に対しても向けられているしそうではない人をつまずかせてしまっている人あるいは自分をもつまずかせて何かが邪魔で信仰を失いかけている人そういう人に対してもイエス様は決して失ってはならない永遠の命があなたにはあるということをとても強いこだわりを持って強い言葉を持って語りかけています。 これはヨハネや弟子たちに対して語った言葉でありますし同時に私たち一人一人に対するイエス様の情熱の愛のメッセージですイエス様はなぜここまで強烈な意志を持って、えー、あなたは失われてはならないと教えられたのでしょうかそれは私たち一人一人があの悪霊を追い出していた 人物もヨハネもそして私たち一人一人も永遠の命を受け取るべきイエス様にとってかけがえのない存在だからですイエス様があがなうとしている一人一人の存在の重さというのをイエス様は体感なさっている方ですあもういいかなもう自分は教会に行かなくてもあるいは神様を信じなくてもそれなりに生きていけばいいかな と思ってしまうことがあり得る私たちに対してイエス様は「ちょっと待って」と大きな声でメガホンを持ってそれは失ってはならないものなんだと強い思いを持って私たちに語りかけています私たちは時に自我をコントロールするべきだということをよく知りながらも 自我に破れてしまって自我にコントロールされてしまうということがないでしょうか私は正直なことを申し上げますとあります戦いです自分の欲望や何か自分が優先したいものそういうものを欲求を優先してですね永遠の命を損なってしまいかねないそういう存在だと思うんです、えー、少しですね今日私の 証も兼ねてですね、自分自身が過去に自分が大切に思っていたものを捨てたことによって永遠の命を受け取ることができたということを少しお話をさせていただきたいと思います。私はクリスチャンホームに育ちました、両親ともにアドベンチストです。そのようなな存在なんですけれども 中中学学生の時北浦サインク中学校とというところでバフテスを受けました、えー、あすみませんちなみにこれからお話しすることはですね特に中学生や高、えー、大学生の方は何回も聞いたという方がいらっしゃるかもしれない出会った方これまで出会った方はです、ね、聞いたことがあるかもしれませんが、えー、許してください、えー、もう一回お話しさせてください、えー、私はですね、えー、中学校でバプテスマを受けたもののですね、えー、あの時はすごい情熱を持ってですね 神様素晴らしいという思いを持ってバフテスも受けたんですがすみませんちょっと戻しますしかし中学生の生活が続いていく中でまた、えー、高校生の生活になっていく中でだんだんその信仰がです揺らいでいくといいますか、えー、もっと楽しいもの自分を喜ばせるものを優先したいという思いが強くなってきましたそして高校生の時に自分が抱いていた大学の願い大学に進学した時の願いというのは いつか教会に行かない生活を送ってみたいというものでしたこういうお話をお聞きになるのが嫌な方は申し訳ありませんしかし正直なところ当時の私は神様から一度離れてみたいというふうな思いを持って生活をしていたんですそして私は埼玉県にある小さな大学に進学しました、えーまあ、クルボの拒まずのですねもう本当に誰でも入れると言っていいのか分かりませんがそういうですね大学でした 私は当時外国人に日本語を教える仕事をです、ね、したいと思っていましたので日本語の特に動詞についてです、ね、研究できる大学を探してその大学に行ったんですちなみに私の大学生の時の研究テーマは「助動詞の他」ですね「私は昨日教会に行きました」の「たがです、ね、私の4年間の研究テーマでした 今まで人生で役に立ったことは一度もないんですけれどもとてもですね私はその時興味を持って学んでいましたでその私が住んでいたお埼玉県のですね大学の近くに私は下宿していたんですが自転車で30分のところに SDA 大宮教会がありました私は高校生の時に教会から離れようかなというふうに思っていたもののでもやっぱり教会に行かないと 何か,何か悪いことが起きるんじゃないか、罰が当たるんじゃないかという思いを持ってです、ね、えー、自転車で30分かけて、えー、毎週土曜日に大、ね、宮教会に通っておりました、しかし、少しずつそれが続かなくなってきました、あ今日は雨が降っているからやめようとかです、ね、き今日は風が強いから自転車危ないとか、ね、実際に全く危なくないんですけれども、何か理由を見つけて行かなくなっていきました。 最初の頃ですね、教会に行かない自分に何が起こるんだろうかというのが怖い不安だったんですけれども私の大学生活というのは私の心配とは裏腹にとてもいろんなものがです、ね、うまくいっていきましたまず友達に恵まれましたそして学業がとても楽しくて順調でした。 成績優秀者としてですね1年生の時に表彰を受けたというのは私にとって大きな自信になりましたちなみにですが、えー、車の拒まずの大学の中の成績優秀者というところでそこは誤解のないようにしていただきたいと思います、えー、そ,そしてその他にもですねアルバイト先で信頼されていろんなことを責任を持たせていただいた、えー、それはとても私の自信になりましたそして4つ目ですね私にとって最大の成功がありました それはですね人生で初めて彼女ができたガールフレンドができたっていうことが私の大きな成功体験だったんですねえまあ特にその方に対して私は長く片思いをしていたこともありましたので人生の宝を手に入れたというふうに私はその時に思ったんですえその時私はですね神はいるかもしれないしいないかもしれない 神様を信じる人は信じればいいだろうとしかし私は神様なしでもそれなりにやっていけるんじゃないかというような自分を偶像にしてですねまたそのガールフレンドを偶像にして神様からすごく離れていったんですところがですねそれから数ヶ月経った後ですね私に挫折体験がありましたそれは失恋という挫折だったんですね 振られてしまったわけなんです、まあ、今はですね笑顔でお話しすることができますが当時はもう明日なんか来なければいいのにというようなもうそういうですね悲しみと涙と眠れないですねそういう日々が毎日のについていきました、まあ、そういう中で私はですね少しずつうつうつとですねこの思いをどういうふうに解決していけばいいんだろうか とといいうことを考えていってっですね追い込まれていった私はインターネットで、えー、インターネットの中に自分を励ます言葉があるかもしれないというふうにですねインターネットを探していましたするとですねある言葉がですね私の心に,心にとても響いたんですそのインターネットです、ねえー、を読んでいて驚いたんですけれども多教派のの牧師からのが 管理していたあるウェブサイトのですね聖書のメッセージがきっかけでした岩本絵の具と読みま,ま,ますがこの牧師のですね元気の出る聖書の言葉っていうのが私の目に飛び込んできたんですね聖書かとですねその時の私はですね思ったんですけれども試しにとですね読んでみたら少しずつ私の心にヒットするものがあったんです。 なぜちなみに私がこの人のメッセージを聞こうと思ったかというとです、ね、この人は平日は、えー、ある大学院で日本語学者として勤めているそしてその人の専門は助動士の他だったというです、ね、そんなことあるのかと思うんですけれどもそして2つ目、えー、クリスチャンホームに生まれ神から離れたことがあったけれども失恋をきっかけに神に立ち返ったというです、ね、プロフィールが書いてあったんですすごいなと思ってです、ねえー、聞いてみようと思って喜んで聞きました。 するとこの牧師がこういうメッセージをですね直前に書いていたのが私は読んだんですマタイによる福音書7章7節の求めなさい探しなさいもう叩きなさいというあの有名な御言葉ですでこの牧師はこういうふうにメッセージをしていたんですね聖書の中には求めを探せ叩けと書かれているけれども聖書をよく読むならば神様の方こそ私たちを 求めそして私たちを探しそして私たちの心の戸を叩いていますアダムとエヴァが神様から禁じられていたあの木の実を取って食べたあの時でさえも神様はアダムとエヴァを探し求めて人よどこにいるのかと心の戸を叩いていきましたそしてこのイエス様は野原に99匹の羊を置いてでも 一匹の羊を探し求める神様なんですよ「あなたがもしもその一匹の羊だと今日実感なさったのであればぜひ神様に立ち返ってみませんか?」というそういうです、ね、問いかけのメッセージだったんです私はそれまでですね何度もそのこの「マタイ七章七節」の御言葉を読んだことがありましたがあ神様ってこういう方なんだっていうことを生まれて初めて 神様に悟らせていただいてですねそれでもう一度神様に従っていこうというと経験をしたんですね私の,あの大学生の時の挫折経験というのは半ば神様から反強制的にと言っていいかもしれませんが自分の自信を失いあるいはこれさえ手に入ればと思っていたような当時のです、ね、彼女を失いというですねそういうものを手放さないといけない経験でした。 しかし私はそれを本当に私にとって益であったというふうに思っていますなぜならばそれらを手放すことによって神様が与えてくださる永遠の命の価値とそして神様の愛に気づいてそれを喜んで受け取ることができたからです誰かに強いられてではなく喜んで神様それを受け取らせてくださいと願うことができましたこれはちょっと飛ばしたいと思います 私たちはですねイエス様を信じてバプテスマを受ければその後何をしても救われるとは聖書は教えていませんエペソビトへの手紙の中にはこういう見言葉があります悪魔の策略に対抗して立ち寄るために神の武具で身を固めなさい私たちの戦いは血肉に対するものではなくもろもろの支配と権威と闇の世の主権者また天上にいる悪の霊に対する 戦いである私たちは神様を信じて従った後にも戦いが続いていきます悪魔が私たちを何とか滅びにいざなおうと付け狙いそして私たちを誘惑するんですそういう目に見えない戦いに私たちは身を置いていてその都度その都度神を選びますかそれともサタンの側の選択をしますかということを 提示されているわけですね。サタンは非常に巧みに私たちを滅びへと招いていきます神様よりもこっちの方が良くないかといろいろなものを提示してきて神様から頂い,いている本当に尊いものを手放すようにですね、私たちを促しているそういう存在です私たちは今日どのような選択をするでしょうか また冒頭に今日のポイントとしてお話しした今皆様の信仰を邪魔しようとしている永遠の命をからつまずかせようとしている皆様にとっての片手片足あるいは片目それは一体何でしょうかぜひ振り返っていただきたいと思います最後にですねキリストへの道の第5章に記されている「献身」という言葉のにあるフレーズを 読まませていただきます神は私たちが持っていて益になるものは何一つ捨てるようにとはお求めになりません何をなさるにもいつもその子らの幸福を考えておいでになります自分が今求めているよりはるかに良いものを神は備えておいでになるということをキリストを選んでいないすべての人が悟られるよう望みます 人は神の御心に逆らって考え行動する時自分の心に大きな害を及ぼします何が最善であるかを知り作られたものの幸福のために計画しておいでになる神が禁じられる道には本当の喜びを見出すことはできません罪の道は悲惨と滅亡の道ですもし今 神様から示されつつあるあ私が手放せないでいるあれはあこういうものがあるかもしれないということをそれでもやっぱり何をするべきか分か,分かっているけれども手放しがたいというふうにお感じになる皆様にはぜひキリストが喜んで手放したもののことを思い起こしていただきたいと思いますイエス・キリストが手放したのは神の御子 すべての存在から礼拝されるべき存在のその尊い命ですそれによって私たちには救いの道が開かれていきました私たちが手放さずに折れないと感じているのは一体どういう性質のものでしょうか私たちは何を手放してでも決して失ってはならないと神様がイエス様がおっしゃっているものに 今改めて目を止めたいと思います。心からお勧めして今日の礼拝説教を閉じさせていただきます。閉会賛美歌。三百二十四番の一節を。 環境に配慮して歌いましょう。 天の父なる神様全ての祈りに応えてくださりこの安息日の礼拝を始めから終わりまで守り導いてくださいましたことを心から感謝いたします神様どうか私たちの内にある悪の傾向罪に陥るこの弱さをどうぞ深く憐れんでください私たちの身の回りには多くの兄弟姉妹がいますまた今イエス様に 心惹かれつつある方がいらっしゃいますどうぞその方々と共に心を通わせその方々に仕えていく心を私たちに与えてください私たちの日々の日々、えー、用いる言葉やまた行動態度などを私たちきちんと管理しコントロールすることによって他者をつまずかせることがありませんようにどうぞ神様見つかりをお送りを守りください そして私たちが本当に大事なものを大事にしていく選択をさせてください私たちが今かけがえのないものと思っているものの中には神様が喜ばないものあるいは本当は大事にするべきでないものも含まれているかもしれませんどうか愛を持ってそれをご指摘くださいそして私たちが喜んで何を失ってでも 永遠の命を最も大切なものとして受け取りそれを保ち続けることができますようにどうぞ信仰を強めてくださいこれからまもなく始まる新しい1週間私たちが神様と共に歩むことができますようにイエス・キリストの名前を通してお祈りいたしますあーメン